はい、久保です。今日は最適化の簡易分析ツールについてちょっとお話ししようかと思ってます。これ何かっていうと、いわゆる封筒の裏の計算ってやつで、すごく簡単な、公式みたいなもので、いろいろな最適化問題。ここでは、配送計画問題と在庫計画問題とシフト計画問題。このよくある3つの最適化問題に対する封筒の裏の計算の、簡易ツールを紹介しようかと思ってます。で、配送がややこしいので、最初に簡単なシフト最適化からいこうと思ってます。で、これは入れるデータは、ザクッとしたデータを入れて、裏で簡単な計算をして、で、結果をこう出そうという。この場合は、年間の総費用をこれらのデータから、計算するツールとなっています。で、ここで大事なのは、最適化、もちろん、ちゃんとしたシフトの最適化のツールもあるんですけど、主に、洞察、インサイトを得るために最適化は使うべきものだと。そういう格言もあるんですけど、最適化は、だから、数値ではないんだと。結果の解ではなくて、洞察を得るために最適化を使う。もっと具体的に言うと、What if 分析といって、もしこうなったらどうなるだろうという分析ですね。これ、データを説明すると、上から年間の稼働日250日間、このスーパーは稼働していると。で、回転している時間は1日あたり8時間。で、社員の平均時給は2000円。バイトの平均時給は1000円。で、本当はシフトというのはピークアワーがあって、必要人数というのは、時間帯によって異なる。その部分をちゃんと最適化する必要があるんですけど、ざくっと平均すると、社員は2人、バイトは10人必要ですと。こういうデータを入れてあげると、こういう結果が出てくる。一十百千万、十万百万、2800万円ぐらい、人件費で、このスーパーはかかるよということがわかるわけですね。で、What if 分析って何かっていうと、例えば、回転している時間を8時間から9時間に増やしましょう。これ8.1になっちゃうか。ちょっと増やしていく。で、増やしていくとどうなるかっていうと、この値段が、総費用はだんだん変わっていくわけですね。で、こういうので、これを変えたら、費用はどう変わるかっていうのをざくっと見ていくというのが、例えばこのバイトの時給、今1000円の1100円に値上げする必要がある。そしたら、全体として3000万かかるようになるとか。で、こういうので、パラメータをいろいろ変えながら、分析をしていくというのが、この、簡易ツールの目的です。で、普通は封筒の裏側で簡単に計算できるでしょうっていうので、バックオブザエンベロメントアナリシスとか言ったりするんですけど、問題によっては非常に便利です。で、次に簡単なのが在庫計画っていうのがあります。で、在庫っていうのは、需要の、不確実性と、あとサイクル在庫といって、発注の固定費用があるわけですね。この場合、固定費用1回あたり1万円ってしてて、1日あたりの平均需要量が100個。で、需要の標準偏差が10と。で、その商品の価値が3万6500円。これ、多分、1日あたりの在庫費用に直すために、ちょっと365で割れるようにしてあるんですけど、保管比率といって、商品の価値というのは、いわゆるそのバックオーダー費用、品切れ費用を計算するために使って、そのまた10%が在庫費用になるなんていうふうにしてやります。リード時間というのは、安全在庫に絡んできてて、発注してから物が届くまでの時間、この場合5日間と仮定しています。で、こういう仮定のもとで、実際に簡単な計算をしてみると、サイクル在庫量、1回あたり何個ぐらい発注すれば一番固定費と、サイクル在庫のトレードオフが取れるのかっていうと、224個というのが出てきます。で、そのサイクル在庫の費用はっていうと、このぐらいと、1日あたり4471円、安全在庫量は530で、普通こういう需要が、ある分布に従っている時というのは、SS 方策、SS ポリシーっていうので運用したりします。どうするかっていうと、この発注点と言われているこのスモール S を、在庫ポジションっていうね、在庫量、実際の在庫量
と、輸送中、発注してまだ届いていない在庫量を加えたものというのが、543を下回ったら、ここになるまで、この、非在庫レベルといって、これキャピタル S、大文字の S になっているのは、その在庫ポジションが960になるように、その差の分だけ発注するという方策が SS 方策です。で実際の SS 方策というのは、まあ、計算するのはそう簡単ではないんですけど、ここでは近似公式を使って、まあ、瞬時に計算できるようにしてあります。で、安全在庫費用はというと、1日あたり5295で、総在庫費用は1日あたり9766。というのが、まあ、簡単に計算できます。同じように、例えばリード時間を5じゃなくて4にしたら、費用はどこはどう変わるんだろうというと、どこが変わったんでしょうね。安全在庫が減ったのかな。というので、これで洞察を得ることができます。で、保管比率を変えたらどうなるだろう。10% じゃなくて、15% になったら費用はどう変わるだろう。で、こういうのを、いろいろ変えて、フォワットイフ分析で洞察を得ることができるわけです。で、また本格的なその在庫の最適化を入れる前に、ざくっとした計算をしておいて、そのシステムの導入の可否ですね、を、まあ、計算しておくことができるようになる。で最後に配送計画問題、ビークルラウティングプロプランで、まあ、似たような、簡易計算をするための、研究があって、それを使うと、まあまあ、まあ、データはいっぱいあるんですけど、より複雑なんですけど、計算することができます。で、年間の稼働日、1日あたりの稼働時間、で休憩時間を除いてあって、1日あたりの最低保証時間、で、運転手と補助員がいるように、ここでは仮定しています。まあ、いない場合はこれ0円にすればいい。それぞれの時給。で、福利厚生費の割合。これ最低保証分に対して福利厚生費というのを計上する必要がある。で、トラックの固定費用1年間でいくらか。一重百千万、十万、百万。随分安いな。ということで、こんなにかかってる。まあ、1年、1年あたりに焼却したんでしょうね。で、トラックの変動費用。これは、まあ、変動費用で、まあ、消耗する。タイヤが消耗するとかそういう費用ですね。で、ガソリン代はまた別に、この燃料費こっちは除いてあります。ガソリン代別に計算して、1リットルで、何キロ走れるかっていうのは、車の使ってるトラックの燃費を見れば計算できるでしょう。まあ、こういう、簡単に入れられる、で、ザクッとした値を入れて計算するっていうのが、この簡易モデルになっています。で、1リットルあたりの、費用、ガソリン代。で、1ルートあたりの件数、実際に巡回してくるときに、巡回するルートの、まあ、最適化しなくても、おおよその近似を出す公式っていうのがあります。で、1ルートあたり何件ぐらい回れるのっていうのは、ケースバイケースなんで、それを入れます。で、周波エリアの面積、顧客数。で、こういうところから、いわゆる全近地解析っていうのを使うと、おおよそのトラックの、1日あたりの配送距離っていうのは計算できます。あと、デポと顧客の間の平均距離っていうのも入れる必要があります。で、迂回ケースっていうのは、直線、実際に道路は直線で行けませんので、直線距離とのその迂回するケースですね、何倍かから。大体東京で 1.5 ぐらいって言われてます。で、これ計算すると一瞬でこのようにトラック関連の費用、変動費用1キロあたりいくら、1ルートあたりの変動費用、で、1日あたりのトラックの固定費用は約3万1000。で、これは割と洞察として得られるわけです。で、1分あたりの固定費用、1件あたりの配達費用、そう、1件行くたんびにどのぐらいかかってるんだろうっていうのは割と重要な指標になっています。で、全体の指標として1日あたりだいたい何キロぐらい走るのか、トラック台数何台おおよそ必要なのか、で、変動費用、固定費用、で、また CO2 の排出量なんていうのも一応計算できて、これもまた上のパラメータを変えるといろいろ下の値は変わってくるわけです。で、これによって、まあ、ちゃんと最適化をしなくても、ザクッとした洞察が得られるようになるわけです。まあ、本番の配送計画システムとかを入れる前の、概要の計算に、使っていただけると思います。URL は、YouTube の下に貼っておきますので、そちらを見て、無料ですので、使ってみてください。